天神ウォッチ新聞女子は2017年4月3日から2018年3月30日まで RKB 毎日放送で生放送されていた情報番組である。RKB 毎日放送ではこれまで平日午前10時枠はテレビショッピングやドラマなどの再放送を放送していたが生情報番組の多様化などを目的に2017年春改編からその枠に 自社制作による、性情報番組を新たに立ち上げることとなった。これが、本番組である。同局が平日後全体に、自社制作の生番組を編成するのは、RKB 庁の情報ボックスが終了して、以来、28年3ヶ月ぶり。また、当番組の開始により、RKB 毎日放送では、早時、朝ちゃん、ビビット当番組、昼帯、共感テレビ、 N スタ、共感ニュースと日金曜には5時から19時まで生、放送番組が8つ連続することになった。本番組は、福岡市中央区天神にある毎日、新聞福岡本部4階にあるサテライトスタジオからの生放送。番組の内容は、女性をターゲット層としたもので、毎日新聞とスポーツ日本の記者が日替わりで、出演し、旬のニュースやスポーツ、 芸能などの話題を MC の女子アナウンサーとともに番組独自の目線で伝えていく。放送開始からわずか1年をもって終了した。あと番組は共感モーニング。なお MC を務めていた武田さえ田中水木は同番組に続役する。ありがとうございます。